はい、皆さんこんにちは。というわけでですね、今日は、横浜桜木町に来てます。VCM、4月8日9日パシフィコ横浜で開催されるヴィンテージシティマーケットでしたっけちょっと後で字幕入れておきますけど、はい、それに行ってきます。あのマッシュフリマでね、いつもお世話になってる方とかが出店されてらっしゃるので、それをちょっと見に行きつつ、なんかいいものだったら買いたいなと思いまして、奥さんと一緒に来てみます。でその前に今ね、腹ごしらえをしようと思いまして、ランドマークプラザに来てます。ここでなんかまずうまいもん食ってからね、腹ごしらえしてから行こうかなと思います。はい、今日はサロモンの XT6 を初卸ししてます。なんか雨降るっぽいんですけど、まあいいかなと。あとジャケットは、リーバイスレッドの 90s のブラックダイドのやつですね。また木曽さんが買ったやつです。でインナーは、なんとなくこうヴィンテージっぽい T シャツを着ようかなと思いまして、プロレスのスティングっていうね、 WCW っていう団体にいて、まあ、今もねやってますけど、はい、の選手の当時もんですねの T シャツと、スタンプスタンプさんのこのどこかで見たことある形のバッグと、この前古着屋さんで富ヶ谷のベルフさんで買ったポリーナスラックスを履いて合わせてます。ちょっとこうスッキリ目に合わせてます。でキャップはインディアトロアソシエーションですね。で着てきました。綺麗なワンピースですね。ええ、奥さんも新しいスニーカーですからね。そうなんですよ、ね、奥さんも新しいスニーカーいいですね。ムーンスターもね、かわいいスニーカーですね。いや、飯食い行く。お腹すいたね。どこだろうか。あ、あそこだ。臨台湖来ました。ホットで出てくるの嬉しいですね。ね、買えるやつ。ランチビール。ランチビールどれ？ランチ用のサーガーサイズ。で、お値段も安め。あ、いいね。私の好きな言葉です。そうだね。はい。失礼いたします。うわー、美味しそうですね、これは。あ、曇った。あら、いいわね。いいですね、しずってますね。これをいただいてるんですね。すげえスープタイプ、美味しい。うん、美味しい。美味しい。僕はサンラータンにしました。大丈夫です。今日は展示ホール C だから左？左だね。この前の国立大ホール、ライブとかやるのは国立大ホール。海辺のホール。あ、これ。ほら VCM。ヴィンテージ。マーケット、ヴィンテージコレクションモール、これですね。行ってみます。撮ってるよ、すごい。なんか事前に動画で見てたより広い。ミッキーとミニーちゃん。ミッキーですね。かわいい、かわいい。いいね。いいウェーブ、なんかあれかな、サーフ系かな。めっちゃかっこいいじゃん。ちょっとハイネックっぽくて、なかなか。この色の感じがすごくいい。めちゃくちゃいい。わしの大好物のリバースのコーナーですね。これ、この前も持ってきたね。かわいい。1960。これはあの YouTube でバンされそうなコメント書いてある。奥さんがいいって言って手に取ったやつが恐ろしいやつでしたね、これね。ちょっとお値段聞くのが怖いですね、これ。ランタグのハーフジップか。これめちゃくちゃするな。
デルタの 2X2X だ、うん、すごっ。首がチンスト付きのベルトもついてて、めっちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃかっこいい。背が高いから これ今回見るさ。マリリンマンソンめっちゃある。どこに行ってもマリリンマンソン。やばいの見つけました。これオペラ座の怪人 T、 めっちゃかっこよくないですか。ソデスソシングルの90年代ボディですね。90年代のデルタ。後ろが超かっこいい。これうわこれ迷うな。めっちゃかっこいい。レンガもね出してるんですよ。これ高円寺でよく行くっすね。この前もなんか俺 T シャツ買った気がするな、うん、もうよく行くお店もある。フォローしてる気がする。みんなフォローだね。安くなったよね。ここは均一系だ。あでも安い。1500円なんだ。この辺とかいいっすね。これ何？え？ココじゃん。ココの T シャツ売ってるじゃん。やば、やばいわ。マーニーも。え、ココの T シャツあるじゃん。え、これいくらで売ってるの？8000よ。ちょっと欲しいんだけど。やば。光源氏のジャンパーですね。あれ T シャツどこでしたっけ？ T シャツがこっちです。あ、ほら、やば。これまあ、アユも相当やばいですけど。アユもやばいです。鈴木亜美のこれモスバーガーのやつですね。CM の、ね、やばルームって言います。カンチャのルームさん。これもう普段もこういうラインナップでやられてるんですか？そうです。やばこのココがやばいっすね。ココやばいっすね。やばここは T シャツがすごいっすね。めちゃくちゃすごい。これなんかアメリカのフリーマーケットみたいなね。すごっ。料理の鉄人ってやばいな。めちゃくちゃかっこいい。なんか昔の日活とか昔の映画 T シャツみたいな。ナルタルの T シャツがやばいっすね。めちゃくちゃ高いな。この辺数少ないから高いんだな。お買い上げで、はい、なんか合わせてもらっちゃって大丈夫です。はい、こんないいものだらけのところで酒が飲めるって危険ですね。これは危険ですね。ダメよ。さらば青春の光の、ね、森田さんがチャンネルで来られてる。やばい。すごい賑わいですよ。本当にめちゃめちゃ楽しい。なんか買えば。いやでもさブラス買ったばかりだよ。確かにすごい買ったばかりでも可愛い。あ可愛い。何かにつけてブラス買ってるか。そうブラスばっかりで可愛い。いいね。でも可愛い。古着のブラス本当可愛いよ。うん。そこそこ買いました。まあまあ買った。まあね古着フェスほど買わなかったけど。うん金額同じくらいだな。古着フェスの方が単価安いものが多いから。いやでもいいの買えた。結局 T シャツ2枚ですけどね。ピース。先にやらないでくれ。終わらせちゃった。終わらせちゃったもん。